今回は、日本人の逆境を跳ね返す力と題された、海外サイト、History in Pictures の投稿から。投稿された写真のうち、上部の写真は、1946年4月に、広島で、下部の写真は、東日本大震災後に、東北地方の避難所で撮影されたもので、終戦後、そして、震災直後の困難な状況、環境下にもかかわらず、勉強に励む子どもたちの姿が紹介されています。なお、広島平和記念資料館のホームページに記載された情報によると、一見男性にも見える丸刈り、スーツ姿の教師の方は女性で、被爆後に、頭髪がすべて抜け、ようやく生え揃った頃だったそうです。どの時代でも変わらず、いかなる状況でも、勤勉な日本の子どもたちの姿に、海外から、様々な反応が寄せられていました。